こんにちは、子供救済チャンネルに、舞い降りた救世主奈々です。チャンネルのキリスト、あつちです。始まりましたね。はい、始まりました。今日はあの、<laughs> 珍しくですね、奈々 <laughs> さんたっての希望のテーマ。ね、そうなんですよ。最近見た映画がきっかけだそうなんですけども。結構衝撃的で。うん、衝撃ですね、はい、これは。本当ちょっと見ましたけどね。はい っていうちょっとテーマがあるので、まあ、少し昔に起こった、まあ、事件といいますか、あの、内容なんですけど、ちょっとそちらをご紹介していきたいと思います。はい、その名も、えー、っと、アメリカ合衆国の連続殺人犯、ミルウォーキーの食人鬼ですね。食人鬼っていうのは、食は食べる、人は人、木は鬼で、人を食う鬼と書いて食人鬼ですね。 ビルウォーキーの食人気、ね、この時点でやばい。インパクトがすごい。ね、はい。なんか、たまにその、食人みたいな話、耳にすることってなんかあるじゃないですか、凶悪事件とかね。んうん、ねなんかやっぱり、それを聞くだけでも、内容がもう、結構、あれなんだろうなっていうの思うんですけど、ちょっとご紹介しますね、この方。 えっと、1978年から1991年にかけて、主にアメリカ合衆国ですね。アメリカ合衆国のオハイオ州やウィスコンシン州ですね。で、17人の青少年を考察し、17人の青少年ですよ。あの、男性が17歳の青少年だけですね。を考察、しめてですね。考察し、 その後に、歯間歯間ですよね、これ。屍の勘で歯間して、うんで、死体切断。で、その後、人肉を食べると、人肉食を行ったっていうことが、簡単に冒頭書いてあるんですけど、この冒頭だけでも、とんでもない事件ですね。と、うんでもで、あれですね。奈々さんはこの映画を、ネットフリックスで。はい。だいぶイメージとかけ離れてる、舞い降りた救世主ですね。はい、<laughs> そうですね。 舞い降りた救世主は家でネットウィックスでノンフィクション映画、しかもエグメノを見てるっていう子です。はい、興味があって。そういう系統の映画はよく見るんですかそうですね。僕も意外でしたけど。なんかあの、まあ、実際に起こった事件なので、うん、やっぱなんか知りたいというか、うん、あとなんかもう結構インパクトが強い。うん で、確かにこれは。うん、もうなんか世界ですごいもう、うん、知らない人はいないみたいな感じで書いてあって、うん、で、なんかそれが一回多分映画に昔になったのかな、うん、あで、あの、まあ、そのジェフリー・ダーマーさんのお父さんが本を書いて、それが映画化になって、で、ネットフリックスで今リメイクで、うんうん やってるんですよね。ああ、じゃあもう2回目なんですね、映画になる。そうですね。見たいです。はい。なるほど、なるほど。結構そのパターン多いですよね。多いです。2回目映画になるっていう。うん。なるほど。じゃあ結構あれですね。まあ、印象深いというか2回目になるぐらいなので、人々の印象には残っている事件。そうですね。ななるほど。アメリカですもんね、これ。そうですね。うん。なるほど、なるほど。そう。で、あの、 ま、これ映画になるぐらいと言いますか、あの、別に映画にならなくても冒頭で、とんでもない事件だなっていうのは、あの、容易に想像がつくと思うんですけど、すごいですよね。すごいって言ったらあれですけど、17人ですよ、まず。うん、17人に手をかけると、しかも14年の間に。うん、もう、連続殺人犯であることは間違いない。ですけど、その内容もえげつないですね、これは。まず男性が男性を、 殺すっていう内容ですし、それに対してはこう性的なこう殺、殺害後に性的なこう行為に及ぶっていう。しかもそれを食べると、まあ、映画にもなるでしょうねっていう印象ですね、この映画。結構印象深いって内容覚えてますかかなりか。最近見終わったので、うんはい、シーズン なってて映画っていうよりもシーズン1みたいになってて、シー,シーズン2はあるかちょっとわからないんですけど、ーうん、シーズン1でだいたい10話ぐらいで<あ>、まあ、結構簡潔にだと思うんですけど、うんうん。ウォーキングデッドみたいになりそうですかね。シーズンめっちゃ出てますよね。 そうですね。それも全部見ました。シーズン8ですかね。え、ウォーキングテッドですかウォーキングテッドシーズン1から、あの、多分最近のシーズン8かなあ、最新が8でしたっけ ?8 だと思います。もう全部見ました、ね。ウォーキングテッドも見てるんですね。うん、ウォーキング結構見てます。あれ結構そっち系なんですね。<laughs> 結構まあゾンビとか、そういう系は全然好きですね。意外とって言われます。だいぶ意外。意外です <laughs>、うん。だいぶ意外だね。<laughs> はいはい。じゃあ、28日後とかも見ました あ、見ましたね。見たんだ。いや,いや意外すぎる。でもあれは漫画ですね。うん、あ、漫画で。漫画で。映画見てください。28日後、28週後。見ます。あるんですね。あります。漫画で結構全部見ちゃって。えぐいですよ。えぐいですね、あれもで。最近見たやつだと、あの、ワールド・ウォー・ゼットってやつですね。なるほど、ね。これはゾンビ、ゾンビ映画で結構えぐいな。えー、ちょっと見てみます。うん。ゾンビって通常こう、 なんていうか、鈍い動きで追い詰めるっていうのは、割とこう、うん、ゾンビ界のスタンダードじゃないですか。うんうんうん、はい。こうやって、こう、一人だと別に大したことないけど、うね、もうなんか倒しても倒しても、追い込まれて追い込まれてみたいな感じじゃないですか。はい、でも今言った三つってのは、基本的にゾンビが、あの、ウォーキングじゃなくてランニングしてきます。あ、もう怖いですこう,やこうやって。<laughs> 結構早めのゾンビなんですね。そうこしかも体力、疲れ知らずで、うん、こうダイブしてきます。<laughs> 怖い絶望感がすごいんですよねうん、うん。っていう、僕、ゾンビ映画、ナナさんに絶対買ってるぐらい大好きで見くってるので、<laughs> 詳しいんですけど、お好きな方いたらぜひご覧ください。見ます。<laughs> で、あの、そんなナナさんがね、ぜひ、はい、にとテーマであげたいこの、 通称ね、ミルウォーキーの食人鬼、ジェフリー・ラーマー事件に関。はい。してちょっとなんか簡単にどんな話だったのか。ちょっとこっから先ネタバレになる方もいるので、そう、ね、あの、ちょっとネタバレ嫌だよっていう方は映画見てください。まあ実話なんで、あの、調べれば出ちゃうんですけど、ネタバレが嫌な方はここまで。で、その後また見てください。はい。はい、じゃあ、ちょっと簡単にいいですかお話しいただいても。そうですね。はい。 ジェフリー・ダーマーさん。ま、あの、ネットリックスで、ダーマーっていう、あの、タイトルがダーマーですね。なので、あの、すぐ見つかると思います。今、世界一位になったのかなガーシーみたいな感じです。ダーマーみたいなね。ダーマーみたいな感じですね。はい。わかりました。はい。うん。まあ、えそうですね。結構、まとめるとあれなんですけど、 いいですよ。まとめていただいて。まとめて。結構簡潔に。はい。大丈夫ですかはい。全然大丈夫です。え、まずね、え、そうです。どっからそうかおいたちから話しおいたちから行きましょうね。え、どんな子だったんですかね、ジェフリー・ダーマーさんは。ジェフリー・ダーマーさん。まず、え、家庭環境が複雑です。あの、ネットリックスを見て。まあ、あの、が、え、母親が、 まあ、精神不安定。ああ、なるほど。で、ええ、と、薬を飲んでたんですよ。あの、ジフリーダーマーが生まれる前に結構眠れないとか、やっぱ産後、あの、うつっていうんですか、産後うつだったり、まあ、産後、えっと、生まれる前からも結構不安定な方みたいで。まあ、ありますよね、産後は。 まあその状態で、まあ、その父親も心配してたんですよね。うん、そんな薬を飲んで大丈夫なのか。みたいな、あの、ね、退に影響はないのか、みたいな。うん、なってて、まあ、生まれて、やっぱ産後鬱になって、うん、やっぱ自殺未遂とか、母親が、を目の当たりにしてるんですよね。うん、ジェフリー・ダーマーさんが。はい。で、まあ、それが日常みたいな。あ,あ、日常でね。 はい。日常でも見てて。それは、れはですね。はい。結構やっぱね。うん、ねで、父、その、うん、で、父親も、うん、まあなんかそういう母親を見て、うん、やっぱりなんか、うん、あんまりいい思い、うん。まあ、しないでしょうね、それは。はい。まあ、家に帰らなくなる。うん。なって、ほぼ、両親、 いないみたいな。形で育った。ですね。やっぱ、うん、うん。まあでもお父さんの方が仲良かったのかなうん。やっぱ一人息子なので、うん、まあ二人で、まあ、遊んだり。うん、その遊んだ内容が、うん、あの、お父さんが、えっと、そういう解剖だった科学者、 あ、書いてありますね。の、はい。その、元々もも子供の頃から、うん、分析科学で博士号を取得していたみたいですね。科学企業の研究員としてお仕事をしていたと。仕事の都合で一家は各地を転々とするっていうことなので、うんでね、まあお父さんが転勤族だったんでしょうね。はい、そうですね。まあ家にもいないんで、忙しい、うん。お父さんがいわゆる化学とかそういう専門の方だったんですね。 研究研究のまあそのの研究の流れで、うん、まあなんか、アライグマが家、うん、家の外でた、なんかなくなってる状態を見て、うん、まあなんかそれを解剖したりとか、うん、なんていうんですなんか、その、標本とかあるじゃないですか、あれ,うん、あれ、それを作ることも多分お父さんができ、できていて、うん、まあそれを、やっぱ、 ジェフリー・ダーマーさん、よあの、幼少期の時、教えてたんですよね。幼少期って何歳ぐらいですか何歳ぐらいもう、多分、8歳とか7歳とかですかね。8歳だと思う、日本人だと思います。こら辺だと思います。ちょっと、あの、あ<ー>はい、詳しくは。まあ、6、7、8歳ぐらいなんでしょうね。だと思いますね。6、7、8歳って言ったらだって、 幼稚園の一番最後か、小学校2、3年ぐらいですもんね。そうですね。やっぱ。その頃に解剖を趣味する小学生はちょっと僕の知ってる小学生思い浮かばないですし。そう,ですね、そうですね。僕らが小学生の頃そんな友達いなかったですよね。<laughs> いや、逆にあの理科の実験とかであったじゃないですか。うん、ちょっと変えるとか。あったっけ多分私あって怖くてできなかったはず。ああ<ー>。うん。やっぱ怖いっていうか、グロい。 じゃないですか。確かに確かね。あ、でもね、一人だけすごい覚えてるのがね、あの、幼稚園ですね。ああ。ミミズっているじゃないですか。ミミズわかるわかります。ミミズ。もう、ミミズが好きな女性なんて多分探そうが難しいと思うんですけど、ミミズいるじゃないですか。ミミズってあの、大きいミミズだと、あの、ミミズ、大きいミミズだと、そのミミズの中でミミズって成長するんですよ。 で、産むんですね。それでどん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 生まれていくんですけど、出る前の子供のミミズをミミズの中から取り出すっていうのをやってる友達がいました。ちょっと。そう、それを今思い出しました。急に思い出しました。はい。やったことありますかないです。当然ないですミミズ触れないですね、まず。いや、よかったです。しました。いや、実はあるんですよっていう。ちょっと、屋根を感をしたんですけど。 だからそこはキーウで。大丈夫です。はい。安心しました。はい、っていうのをやってる人がいたぐらいで、まあいいですないですよ、ね。う,ん、そ,うそれも多分6歳、6歳でしたけど、アライグマですもんね、ジェフリーナ。アライグマ。まあアメリカだったらね、日本では絶対いないと思うんですけど、うん、やっぱアライグマとか。いや、アメリカでもそんな多くないんじゃないですか。うん まあそういう、なんか、あの、日本でいう白シンとか、いるじゃないですか。うんうん、あの、まあ。ちょっと東京にはいない。東京にはいないんですけど。<laughs> あの、神奈川にもいないんですけど、やっぱ、その、もうちょっと山奥に住んでると、うんうん、やっぱ白シンとかが、あの、家の中入ったりとか、<ー>で、なんかそこでなんか亡くなったりとかすると、すごい匂いがする、みたいな。で、それを見つけて、なんか、解剖だったりとかを、まあ、 父親に教えられて、まあ、そこから興味が出たんですよ。解剖っていうのに。そこからして一般家庭ではないもんね。はい、そうですね。解剖するお父さんのもとに、親ガチャで生まれることもまずかにないですし。<laughs> まあ、なかなか、うん。まして、そのお父さんが仮にそうだとしても、解剖の実験を子供に教えるって、ちょっとどうかしちゃってますもんね。ちょっとね、うん、そうですね。でもね、子供は純粋なんでね。そう、お父さんが教えてくれるってことは。うん すごく正しい行為ってきっとなりますよね。で嬉しいとか楽しいとかで興味が出て、ね、まあもうなんか家にいてもやっぱお母さんがもうずっと寝込んでるとか、うん、でお父さんはいない。なるほどで、結構なんか学校でも変わった人みたいな思われていて、友達も少ない。うん、まあ一人で遊ぶことが多い。 本人はね、普通にしてるつもりなんですよね、ですね絶対。その感じだと。す、うん、まあだから、それで父親から教えてもらう楽しいこと。うん、まあそういう解剖だったりとか。なるほどね。ね、なんかまあ興味を持って、うん、まあカエルとかをね、うん、あの解剖したりとか、うん、まあそれに興味を持って結構遊んでたみたいですね、幼少期はその解剖。繰り返しですけど、8歳でジェフリーダーマー君はアライグマを言ってたんですよ。 アライグマを解剖してた ?8 歳ですよ。8歳。多分8歳頃だと、まあ幼少期ですね。リカちゃん人形を解剖してた人でもやばいじゃないですか。絶対女の子で。<laughs> やばいです、ね。それがアライグマって、もう、異常ですよね、かなり。いやだって生きている命をね、うん、うんリアル、まあ、っていう、幼少期を過ごしたと。<laughs> そうです、ね。そこからどうなっていくんですか、ジェグリーダーマー君は。 まあ、そこからまあ大人になって、うん、まあその後も結構複雑なんですけど、うん、まあ、だ、えー、小、中、高、で、大学。うん、その間に、うんえ、弟が生まれたんですよね。<あ>はい。弟さんが。さんが生まれて、うん、で、その小さい、弟が小さい頃に、うん、え両親が離婚したんですよね。うんで その時に、やっぱ母親からはそんなに好かれてなかった。愛情を注がれてなかった。弟をすごく大事にしてた。っていうことを感じてしまって、ね、感じましたね。で、はい、あの、え、出てくのみたいな。うんうん、結構信念、そういうシーンがあって、残って、うん、演習残ってるんですけど、うんうん、まあ、弟を連れて、あの、母親は出てったんですよ。なるほど。で、その時になんか、まあ、ちょっと、 お母さんも、やっぱり精神的に不安定なので、うん、まあなんかお父さん側の味方みたいな、うん、あの、ジェフリー・ダーマーが。うん、だからまあなんかお好きに暮らしなさいみたいな、連れていくことはしないと。<ー>で、なんかやっぱ行かないでみたいな、うん、なったんですけど、やっぱ捨てられたみたいな、うん、なって、で、その時にお父さんと一緒に暮らすと思ってたんですよね、うん、ダーマーさん。 だけど、まあ、お父さんは、なんか、考えると。あの、ダーマと住むの、一緒に暮らすのは考えると言われて、家を出たんですよ。うんうん、実質、その後は一人で暮らしたんですよね。でこう、大学生ぐらいですかね。<ー>高校大学生ぐらいの時に、両親がいなくなっちゃったんですよ。なるほど。うん、で、広い家に、うん、 まあ一人で住むことになって、うん、でまあ母親も父親も帰ってくると思ったんですよ。うん、まあちょっと家を空けるね、みたいな感じで,で、ねあ。大学生ですよね、でも。まあ高校、大学で、うん、まあなんか大丈夫だろう、みたいな。まあ両親は。うん、まあ楽観的じゃないですけど。楽観的じゃないですけど、まあ子供じゃないし大丈夫だろう、みたいな感じで出てっちゃって、うん。逆にね。うん、はい。うん そこから、うん、えー、ジェフリー・ダーマーさんはお酒に逃げたんですよね。あ、お酒行っちゃうんだ、そっから。結構アルコール依存症とかで結構、あ<ー>依存症というか、あ,<ー>あの、お酒で結構仕事をなくしたり、うん。うん。あの、問題を起こしたことが多々あったみたいで。あ、そこは典型的な。そうですね。ダメ人間みたいなところがあるんですね。でね、まあ,あでも、それが友達がいなくて一人でずっと飲んでた。うん。うん ね酔っ払って、みたいな、を繰り返したんですよね。うん、まあそこでまあ、ちょっと目覚めたんでしょうね。うん、まあなんか、目覚めたっていうのは、あの、あの殺人ですかそうです。なんか、<ー>解剖っていうか、まあ、もともと、女の人よりも男の人 うん、に興味を持ってたみたいで。まあ、間違いなくそうですよね。はい、もう、そ、うん、そういう最初からかなうん。ああ、書いてありますね。うん、はい。1978年、ジェフリーは高校卒業を控えていたが、離婚をめぐり家庭裁判所で泥仕合を続けていた両親。だから、高校生の卒業を控えてた時に、まあ、離婚調停みたいなの、まあ、離婚を争ってたんですね。で,すねはい、で、それぞれに、に家を出て別居していて、まあ、もう別居していたと。はい。 で、先ほどの話で、あの、弟は母親の元って感じだったんですね。はいうん、家には彼一人だけが取り残されていた。お父さんも出ちゃったって感じですた、ね。お父さん、そうですね、うん。なるほど。で、この頃に自分が同性愛者であることに気づき、その苦悩だったり、孤独を紛らわせるために、 高校でアルコールに糖質することを覚えたっていう。ううん、高校生の時から飲んでたんですね。高校生の時ですね。うん。はい、まあちょっと昭和の、あれですね、日本の大学生みたいな面で、だうたっね、<laughs> 大体新刊コンパで飲まされるとかよくあるんですけど。<laughs> はい、そうなんですね。まあそこまではね、まああの、まあもちろん法律違反ですけど、うん、まあやれると。アメリカも法律違反かなちょっとわかんないんですけど、やってたとあ。でも高校在学中に登校前に酒を飲んだことで教師から出席を受けたりしてたり。 ーからジンのボトルが開けたら大学職を受けたら、いやいや、なかなかですね。ここまでくと。結構なもう、結構なアウトローっていう感じですけど、ここまでいくと。多分、寂しかったんだろうなって思いますよ。やっぱり、友達も多分、遊ぶってことも知らなかった。なるほど、なるほど。だからもうお酒と、みたいな。相談するとかっていう発想もないし。両親がもう、はい。誰かに頼るっていうのも両親がいないから。 ああ。なるほどな。で、この後ですね、いよいよなんですけど、高校卒業を孤独のうちに迎えたジェフリーは、その数日後、街外れでロックコンサート帰りの19歳のスティーブ・ィックスというヒッチハイカーを拾った。ヒッチハイカーを拾ったそうですね。はい。うん。きっとこれも必要のないヒッチハイクだったんでしょうね。そうですね。うんね。これ映画にも出てきます。こ映画でこれはもう、なるほど。で,う,で,、ね、でうん。 で音楽の趣味が合い,い、また彼好みのタイプ、男性としてことですね。だったことから、酒とマリオ花で、酒とマリファナですね。はい。ま自宅へ誘った。まあ日本人は酒とタバコみたいなもんですかね。そうですね。はい、感じで。で、両親が離婚して以来、空き家となっていた自宅に X を連れ込み、住んでいたところ思い出を語り聞かせた。住んでいた頃の思い出ですね。 でジェフリーは人と打ち解けることの喜びを初めて味わったが、うん、ヒックスが父親の誕生日祝いのために帰宅すると言い出した。彼を返したくらいジェフリーは、手近にあったダンベルで、ヒックスを背後から殴って、ダンベルで行ったんですね。うん、で気を失ったところを、考察と。 まあでも映画の中では、殺すつもりはなかったように見えましたね。うん、あ、なるほど。その、やっぱりその人が離れていくっていうのが怖かったんじゃないかなって思います。そのなんか映画を見て、やっぱ両親が自分のことを置いていて行かないでって言っても、離れちゃうから、だったら、こう、殴って、うんうん、ま動けないようにして、一緒にいる。みたいな、うんで。それがエスカレートして結果、 殺人に至ってしまったうそうですね。で、死体の衣服を剥ぎ取って、そういう行為に及んだそうですね。で、あの、ナイフで腹部を切り裂くと、鮮血を救って体に浴びた。ちょっと理解に苦しむ行為ですね、えー、これは。まあちょっと、これも映画で。ええー、あ<ー>まあ、そんなに、あの、書かれてはないんですけど。はいで。その内臓を床に広げて、 血だらけにし、その上を転がったそうです。で、ちょっと絶頂に至ったみたいなことが書いてありますね。そうです、ね、いや、ちょっと、すごいですね。文章で書いてあっても、ちょっとなんか、ゾクッとする内容ですね、すねこれは。結構なんか、聖域の部分も映画で書いてあるんですけど、うん、この多分殺人の前か、殺人の後か、うん、ちょっと、結構映画では、淡々となんですけど、うんうん マネキン男、あのー、服屋さんとかで男のマネキンあるじゃないですか。はい。うん。あれを、うん。あれで、まあそういう、なんです、あの、性行為。ああ、ダッチワイフみたいな感じですか、ね、そうですね。を覚えたので、あ<ー>まあ、イコールとして、まあ、ああ<ー>、あの、死んでる方って、まあちょっと似てる、 似てるって言い方も変ですけど、<あ>動かないじゃないですか。ああ、そういうことだね。うん、はい。なんかそういうのも書かれてて、まあ、マネキンと一緒に寝てた、みたいなのが書かれてましたね。なるほど。じゃあ、マネキンがもう理想の姿みたいになっちゃって。まあ、どこにも行かないし、みたいな。ただ喋れないでしょうしね。喋れないし、みたいな。ぬくもりはまあ、うん、ね。ただ、こう、接し方としてはマネキンのように接してほしい瞬間もあって、はい。 マネキンのようにしてくれないとちょっと、あれですね。<う>行動に至ってしまうような。そう、それで、みたいな。いや、かなりこれ複雑だし、そうなんですよ。極極端ですね、行動は。すごいないや、これちょっとすごい内容。うん、結構内容が、実話だからね。実話だからなんかすごいですよね。これ本当に見たのこれ。<laughs> これを、一人で家で。家で。いやいやいや。<laughs> <laughs> そんな女性だったんだね。すごいなぁ。もっとなんか、あれでした。イメージがだいぶ違いました、見る映画の。結構気になっちゃって、うん、なんか。恋愛コメディーとかめっちゃ見るタイプなのかなと思ったら、えぐ <laughs> いの見てます、ね。結構、えぐいのは見れますね、一人で。<ー>はい、やっぱり、ちょっと <laughs>。あれですね。川崎の人に失礼ですけど、川崎を感じてしまいますね。ちょっとやめてください。はい。そうですよね。失礼しました。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。で、面白いのが、本人は逮捕後、なんかこの、このあたり、まあ、まだ続きはあるんですけど、この事件を最も思い出したくない出来事として語ってるそうですね。はい、まあ、えー、意図してやったわけじゃないから、ね。ああ、だから結果そうなっちゃったから、はい、きっかけみたいな要素もあり思い出したくないんでしょうね。うん、えー、なるほど。 そっかそっかで、なんかそっからの続きとかってありますかあれそっから。一人を殺害して、これによるとどうやらバラバラにして埋めたそうですね。そうです、死体遺棄。で、一回やめたんだと思います、それを。殺人。殺人を、はい。あ、一回やめるんですね、そこで。一回やめるんですよ。で、なんかまあ、大学うん。その後、はい。え まあ父親が帰ってくるんですよね。あ、出て行ってたお父さんが。一旦帰るんですよ。ああ<ー>、うん、なるほど。ちょっと展開が変わるんですね、家庭の。そうですね。うん、一旦帰ってきて、うん、で、まあ、その父親が再婚するんですよ。うん、でその再婚相手と、うん、まあ、挨拶をしようと思って、帰ったんですよね。よねそうそうそう。うん で、その時に、え、父親に、あの、いろいろ話そうと思ったんですよね。あの、ま、まずゲイであること。あ、とかも、やっぱ相談したかったみたいで。カミングアウトってことですよね。カミングアウト。理解者に。そうです。まあちょっと父親をうすうす気づいてたっぽいんですよね。まあ分かっちゃいますよね、そういうの。分かっちゃう。そうそうそう。分かりますよね。僕男子校だったんですけど。はい。あの、男子校ってやっぱりあるんですよ。 うん、高校の時。あの、本人は気づいてないふりするんですけど、周り全員気づいてますからね。やっぱ、そういう雰囲気があるんですね、うん。そうですね。100人中2人ぐらいいるんですよ、大体。い。比率で、僕統計ですけど <laughs>、うんまあ。明らかに歩き方が、やっぱりちょっと、女性っぽかったりとか、うん、もう喋り方がやっぱり、あの、2丁目のお姉と同じなんですよね。えー、でみんな気づきます。うん、うん。で、結果やっぱり2丁目のお店入ったとか、あの、まあ、手術したとか、 だけどね、うん、バレちゃいますね、バレちゃいます、ね。すいません、<レ>話戻しましす, <laughs> すいません。はいですね、はい。で、カミングアウトを。しようと思ったんですけど、うんうん、まあ、お父さんも知りたくないというか、うん、現実逃避みたいな。まあ、でしょうね。だって当時1970年代ですもんね。うん、そういうのが、ちょっと偏見、うん、そうですよね。になってたみたいで、うん お父さんも知りたくないし、聞きたくなかったので、一回話を聞かなかったんですよ。で、まあなんか、まあ大学に行きなさいと。あの、お金出してあげるから、大学行きなさいみたいな。で、まあ、その科学、解剖とか好きなら、そういう専門の大学に行かせてあげると。なって、まあその時に、まあ、 ジェフリー・ダーマーは多分心を閉じちゃったんですよね。<ー>多分勇気を振り絞って、多分言おうと思ったんですよ、父親には。なるほど。そうそうで、うん、あ、と思って、まあいい子に知ってなきゃとあ<ー>、うん。なって、まあ大学に行くんですけど、結局お酒で退学になるんですよね。うん、なるほど。はい、お酒問題で,で。そこはかなり分岐点だったんですね。そうだと思います。なるほど。 まあお、ありましたそうです、ね。あ<ー>まあ、就職、その後就職もしたりとかしても、うん、まあ、お酒問題。うん。で、もう、首、ばっかですね。いや、なんかそこをだいぶ、こう、転落してってるのがもう、うん、そうなんですよ。なるほど。じゃあ、この後にいろいろ起こるっていうのがなんか想像もつきますね。うん、すなるほど。わかりました。じゃあ、あれですね。っていうところで、 前半はこんなところで一回やめておこうかなって。そうですね、ちょっと。思います。はい。この後、17人のミルウォーキーの食人鬼、17人を殺害したミルウォーキーの食人鬼がいよいよ、なっていくってところなんですけど、はい、まだ、あれですね、大学退学時点では、その時点までは1人しか殺害してないんですけど、はい <laughs> 三十何歳とかでもうね、亡くなられてますもんね、この方。そうですね。まだわ若いですね。三四歳とかなので、うんえ、ここからどう展開していくのかちょっとあれですね。うん、後編でその辺を話していこうかなと思いますので。はい、はい。じゃあ、あの、内容良かったなって思った人は、高評価ください。高評価お願いします。チャンネル登録の方もお願いします。登録お願いします。